かです。お正月気分も昨日で終わり、今日から平常運転に切り替えようと思ったら今日明日と土日で、やっぱり休日気分になっていませんか？今、世界では第3次世界大戦になるのではないかと言える出来事が起きています。アメリカがイラクに空爆を実行したのです。イラク国営テレビはアメリカ軍が4日、イラクのイスラム教シーア派武装勢力の連合体、人民動員隊を狙った新たな空爆を実施したと伝えたのです。アメリカのトランプ大統領はその前日に、イラン政府転覆の意図を否定として司令官殺害で声明を出していました。こちらがフロリダ州での声明です。ソレイマニは米外交官、軍人に対して差し迫った邪悪な攻撃を画策していたが、我々はその現場を抑え彼を殺害した。続いて我々は昨夜戦争を止める措置を取った。戦争を始める措置ではないと説明していました。これに対して多くの国の政府は3日自制を呼びかけ警戒を強めています。またハメネイ師は厳しい報復を警告していますが、これらが第3次世界大戦のきっかけにならないことを望むばかりです。一体これからどうなっちゃうんでしょうか。愛子でした。